ポンペイのギムナシオン。スタジアムの壁の上から、撮影ギムナシオン。ギムナシウムは、古代ギリシアの公共の競技の選手が訓練する施設。同時に、社交の場でもあった。ギリシア語のがアンマウプシロンミューニューに由来する。競技者は裸で競ったが、それは神を賛美しつつ、男性の肉体の美しさを鑑賞する意味もあった。ギムナシオンやパライストラは、ヘイラクレースや、 ヘルメイスやテーセウスの日ごとアイコのもとにあるとされた。ギムナシオンは古代ギリシア語の名詞、ガンマウプシロンミューニューシグマヨオタニューのカタカナ転写であり、ラテン語ではジムナジウムとなる。ギリシア語の形容詞、ガンマウプシロンミューニューに由来し、関連する動詞、ガンマウプシロンミューニューゼータイプシロンヨタニューは、体を鍛えるという意味である。この動詞が、このような意味になっているのは、 体を鍛えるときに裸になったためである。そのため、ギムナシオンという名詞は、裸になる場所を意味すると同時に、体を鍛える場所を意味するようになった。歴史的には、ギムナシオンはエクササイズにも、入浴にも、哲学者が哲学的論理をする場所にも供された。英語のジムナストは、1594年に使われた記録がある。 これはギリシア語のガンマウプシロンミューニュニアルファシグマタウイープシロンに由来するがギリシア語ではトレーナーを意味し体操選手は意味しない。パイアルファーラムダアルファーイープシロンシグマタウローアルファーはギムナシオンの一部でレスリング、ボクシング、球技などが行われた場所である。ギムナシオンは公共施設であり18歳以上の男性が肉体を鍛える訓練をする場所だった。 ギムナシオンの責任者は、ガンマウプシロンミューニューアルファーシグマイオタアルファロー会。教師兼トレーナーは、ガンマウプシロンミューニューアルファーシグマタウアルファーイオタと呼ぶ。ギリシアのギムナシオンでは、哲学、文学、音楽の講義やディスカッションも行われた。また、公共図書館が併設されていた、老人のヘルマ型彫像。ギムナシオンの校長と思われる。 右手に長い棒を持っていた。ギュムナシオンが競技者育成の役目を果たしていた。運動競技は早くからギリシア人の社会生活や精神生活に根付いていた。競技は英雄や神々に敬意を表して行われ、定期的な祭礼の一部として行ったり、有力者の葬式の一部として行ったりした。古代ギリシアの生活様式は自由で活動的であり、それがスポーツが 盛んに行われることにつながり、最終的には運動競技がギリシア文化の特徴の一つとなった。宗教的な運動競技の勝利者は月経館以外に賞品も賞金も得ることはなかったが、栄誉と市民からの尊敬によって報いられた。大きな競技に参加する選手の育成は主大事であり、そのために専用の建物が用意され、管理者は 都市国家の公務員としてその職務を務めた。大きな宗教的祝典での勝利は都市国家にとっても栄誉とされた。アテナイのギュムナシオンの規則はパウサニアスによればテイセウスが制定したものとされる。ソロンも規則をいくつか制定している。ガレノスによればクレーステネスの時代に実際の運営に適した体系に修正されたという。 肉体鍛錬法の起源を明確に示すことは不可能だが裸で訓練するという監修は紀元前7世紀頃に始まった。その監修はスパルタが起源だと言われている。様々な理論付けがなされていたがその監修の主要な理由は男性の肉体美の干渉にあったと考えられている。当時非常に高価だった油を体に塗ったのも同じ理由からだとされている。 古代ギリシアのギムナシオンはすぐに肉体鍛錬以外にも使われるようになった。このような発展はギリシア人が運動と教育と健康に深い関係があると考えていたことに起因する。それに応じてギムナシオンは一方では教育とつながり他方では医学とつながるようになった。肉体鍛錬及び健康と力の維持は子供の教育の主要な部分であった。 文字や音楽を教える時間を除いて、若者の教育は義務なしオンで行われ、体育教育だけでなく、道徳や倫理の教育もそこで行われた。哲学者や雄弁家は、しばしば義務なしオンに集まって会話し、講義も行った。そのため、身体を鍛えようとする人々以外にも、普段と遠くまない知的な人々も義務なしオンに集まるようになった。当てないには、 大きなギムナシオンが三つあった。アカデメイアとリケヨンとキュノサルゲスであり、それぞれ異なる神に捧げられていて、それぞれの神の像で飾られていた。この三者は、それぞれ有名な哲学の学派と関係が深い。アンティステネスは、キュノサルゲスで急にコス派を作った。プラトンは、後のアカデメイアに集まった人々で学派を作り、逆にそのギムナシオンがアカデメイアと名付けられ、 数百年にわたって名声を保つことになった。アリストテレスはリュケイオンに集まった人々で学派を作った。プラトンは体育が教育の重要な一部だと考えており、プラトンによればプロディコスが体育と健康の関係を最初に指摘したという。体育が自身の虚弱体質に有益だと感じ、プロディコスが定式化した手法が一般に採用され、それをヒポクラテスが改良した。 ガレノスも体育の適切かつ頻繁な実習を重視していた。古代ギリシアの医学書には特定の症状の治療法として特定の体操が記してあることが多く、古代ギリシア人が健康と運動につながりがあると考えていたことを示している。同様の関係は現代でもよく言われている。ギュムナシオンには様々なエクササイズ向けのスペースがあり、スタジアム、パラエストラ、 浴場、天気が悪い時に運動ができるポルチコや、哲学者が講義したり議論したりできる部屋などがあった。アテナイのギムナシオンは、都市の城壁の外にあり、広々とした敷地を確保していた。ギリシア風のギムナシオンは、ローマではあまり流行らなかった。これは、少年に運動をさせることが大だと不道徳に、つながると信じられていたせいもあるし、軍事的な理由づけがほとんどなかったせいもある。 ローマ共和制では、カムプス・マルティウスでの強制キャンプ生活と抗軍と戦闘ゲームがギリシアの運動や体操にとって変わった。ローマでの公共のギムナシウムはネロが最初に建設し、後にコンモデスも建設した。中世になると、馬上やリジアイなどの馬を使った競技が主流となり、ギリシアのギムナシオンのような体系的な肉体鍛錬はほとんど行われなくなった。 ヒポクラテスやガレノスが到達した特定の運動とそれによる治療効果はもはや忘れ去られていた。ありがとうございます。